今日は暁ビレッジさんにプライベートで来させていただいて、バーベキューをやりながら、ツイッターの方で皆さんから募集した質問に一つずつ答えていきたいと思います。それじゃあお願いします。はいはい。まず正直バンダム級はどうでしたか？そうですね、やっぱりこう初めてっていうこともあって、今回すごいこうリカバリーがなんかすごい難しかったなっていうのを感じました。まあ今までフェザー級の時はそんなに減量もなかったんで、あんまりこうリカバリーっていうのを意識してなかったんですけど、まあ、今回は通常体重を結構無理やりじゃないですけど、まあ、下げた状態で結構体もギリギリの状態で、まあ、66キロを保ってたんですけど、やっぱりこう、まあ、体はかなり負担かかってて、まあ、それに対してリカバリーがすごい難しかったなっていうのを感じました。はい、はい、次が今回の範囲はいくつありますか？教えてください。そうですね、今回の範囲、まあ僕の中で結構たくさんあって、そのコンディション面だったり、まあもちろん試合で肌を合わせて、まあもっとこうしたらまた試合の展開も変わったんだろうなっていうのもたくさんあって、すごくこう僕にとって勉強させていただいた試合でしたね。はい。学生時代、運動神経は良かったですか？学生時代、でも結構運動神経多分いい方をだったと思います。小さい時からその柔道をやってたんで、なんかこうマット運動とか、まあ、なんかそういう系はスポーツの中でもすごい成績良かったかなとは思います。はい。好きな漫画ありますか？好きな漫画は、まあ、キングダムと、あとワンピースと新宿スワンが僕は好きです。はい、結構でもキングダムとか読んでると、漫画を通して格闘に対するこの気持ちの持ち方とか、なんかそういうのを照らし合わせて結構学べることもたくさんあるので、まあ皆さんぜひ読んでみてください。はい。今回の試合細く見えたんですが、当日体重は何キロでしたか？今回当日はそれこそ普段66、67でまあ練習してたんで、まあ試合当日も体重に合わせようと。66、67ぐらいで試合当日体重戻しました。はい。フェザー級の時のフィジカルを維持しないでバンダムの体にしちゃったら下げたメリットはあるんですか？詳しく聞きたいです。そこを本当に学びましたね。はい。やっぱりこう階級を落として金利を下げたら、まあ、本当に意味ないなっていうのを感じて、だからこそ、まあ、しっかり体をもう一回作り直して、で次の試合臨みたいと思います。はい。一番好きなジブリ作品は何ですか？一番好きなジブリ作品、ジブリ結構見るんですけど、僕はトイストーリーですね。で、トイストーリーが好きで、もう本当にこうちっちゃい時から1、2、今3、もう本当すごい見てて、で、本当に皆さんぜひトイストーリー見てください。ディズニーランド行った時のトイストーリーマニア、もう僕結構本当テンション上がって、本当にいつも行くたびに楽しませてもらってます。フェザー級に戻しませんか？バンダム級に下げずにさらにフィジカルを強化して筋肉を戻してフェザー級にとどまるって選択肢はあるんでしょうか？今の僕のこの考えはないですね。やっぱりバンダム級に下げるって言ってまだ挑戦したばっかりなんで、次もバンダム級でしっかりもっといいコンディションで、試合に臨みたいと思います。はい。牛久選手より小さいボルガノスキー選手みたいに筋肉の鎧のような強靭な体が似合うと思います。結構でもこの質問はいただくことも結構多くて、まあ、僕の中では、まあ、確かにかっこいい体は絶対そっちなんですけど、やっぱり世界を目指していく上では僕はまだバンタム級で勝負したいっていうのを感じてます。はい。本当にこの質問はありがとうございます。はい、嬉しいです。最近ツーリングはしていますか？それこそ今日暁ビレッジさんにして、まあこっち群馬なんですけど、まあそこでのツーリング、ちょっとショートのツーリングになるんですけど、試合終わって今日が初めてで、こういうのもたまにあるとすごいいいですね。はい。本当にやっぱ普段は格闘技の練習しかあんましてないんで、まあ、こういう時が来るチャンスというか、すごいいい時間を過ごさせてもらってます。はい。次ちょっと大事な質問です。そろそろ大好きな AV 女優を教えてください。
や、これがでも本当にちょっと今日答えていいのかなと思ったんですけど、これだけはちょっと本当答えられないですね。はい、やっぱりそうですね、いや今じゃないなっていうのを本当に感じます。はい、これ結構本当に真面目な話で、まあ、まだちょっと答えられないなっていう、はい、やっぱちょっとそこはあんまりふざけていい場所とふざけちゃいけない場所がある、まあ、ちょっと答えられないです。はい、3ラウンド終わった時点で汗をほとんどかいていなかったのですが、水抜きの失敗とかありましたか？それを多分それツイッターですかね、コメントしてくださった方がいて、僕も試合終わってそのコメント見るまでちょっと気づかなくて、で確かに本当に汗かいてないなっていうのがあって、そっちにそのコンディション面に詳しい方がいたらぜひコメントでなんかこうアドバイスじゃないですけど、もしかしてこうだったんじゃないかみたいなのをなんか教えてもらえたら、より次につなげたいなと思います。はい、ぜひコメントください。はい、バンダムでも厳しそうだからフライまで落としませんか？フライ級まで落としても死んじゃいますね。はい、これであと4キロ落としたらもう想像するだけでダメですね。死んじゃいますね。はい、もうとにかく落として最後もう骨になっちゃうんです。はい、それはちょっとできないです。はい、前回初めてのデイズでのイベントに行けて楽しかったです。私と友達は矢柱の夜が忘れられません。次デイズのイベントはありますか？あ、またイベント近々多分あると思うんで、待っていてもらえたらすごく嬉しいです。はい、またたくさんお話ししましょう。はい、減量中でも食べれる美味しいものはありますか？教えてください。減量中でも、はい、ありますね。減量中、まあ、フルーツとかは食べれると思うんで、逆にバナナ、完熟したバナナを冷凍してで練習後とかに食べると本当デザート感覚で食べれるんで、まあ、おすすめです。まあ、なんかこうその食事とか体の面で何かこう、まあ、需要があればどんどん発信していきたいと思うんで、皆さんぜひ見たい方はコメントください。今回、まあ、ツイッターの方で皆さんたくさんの質問ありがとうございます。僕もあんまりこういう形で皆さんのコメントに対してお答えするっていうことを今まであんまりやってこなかったんで、今回初めてやらせていただきました。本当にこう僕も皆さんのコメント聞いてたくさん勉強させていただいてます。皆さん今後とも応援していただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。